どうも、ミノルマンです。緑の色にはめっぽう弱い、ミノルマンです。どういう意味ですか？大体の人、緑には目に優しいとか喜びますけどね。僕ね、緑弱いんですよ。赤とかね、黒とか強いんですよ。黄色もあんま強ないんですよ。でもバッと黄色やし、黄色なんなら今いる場所緑に囲まれてるし。いいんすよ。そんなことよりですよ。はい、そんなことよりですね、ミノルマンチャンネルですね、始めまして、ちょうど、2年前ぐらいですかね。1年半前、1年半前からスタートし始めて、なんとですね、チャンネル登録者数が7万人達成しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、すごいですね。まさかね、7万人。いやー、本当にね、嬉しいですね。だってあれですよね、7万人の方がチャンネル登録ポチッとして技術見てくれてるわけですよね。7万人の生徒さんがいるのと一緒ですからね。やばいっすね。やばいっすよ。なんか嬉しいな。野球人口って、そのガチでそのやる中学生、まあ、小学生から、まあ、プロもそうなんですけど含めたらね、おそらく今35万人ぐらいなんですよ。大体で、もうちょい減ってるのかな、今。で、野球が好きという趣味でやってるとか、草野球とか全部合わせたらね、本当にね、800万人ぐらいいるんですよ。800万人もいるんですか？はい、なんか好きとかね、趣味とか、はい、そういうのを含めたら。だから、あと、そうやね、7万人なんで、792万人ぐらい。あ、3万人か。あの、チャンネル登録できると思う。あの、ぜひしていただければ嬉しいかなというふうに思います。いや、それにしてもですね、皆様のおかげで、ね、こうやってやってこれてますので、まだまだね、いろんなことを配信していくかなというふうに思いますので、ぜひ、皆さん、また見ていただけたら嬉しいなというふうに思います。ちょっとくしゃくしゃです。花粉症は未だ治らない。はい、花粉症は未だ健在ですね。花粉症の中でも、今日やっていくかなというふうに思います。今日は素振りの時にしてはいけない素振りの、まあ、説明というか、これが正しい素振りですよみたいなことをお伝えしますので、ぜひね、今日はね、まあ、素振りする人は多分800万人ぐらいいるんで、ぜひ見てください。やっていきましょう。はい、では早速説明していきます。ね、まずすごく大事なのが目線です。目線、素振りの時の目線、まあ、力をつける素振り、例えばスイングスピードを上げる素振りっていうのは、あの、そこまで目線っていうのは正直気にしなくていいんですよね。要は振る力をつけるためなんで、どんだけ強く振れるかなんで、例えばこう、ね、力をつけるスイングっていうのは、まあ、これオンライン指導の人とかよく言うんですけど、もうとにかく全力で振ってくださいと、ね、あまりピッチャーの方は見なくていいんで、とにかくこうインパクト、ね、この周辺が強くなるように思い切ってこう力をつけてね、振ってくださいと言うんですけども、これすごい大事なこと言います。目線と言いましたね。よく、まあ、顔を残せ顔を残せって言われるんですけども、すごく大事なことを言うと、しっかりとね、この目、この目でまずピッチャーで見ますよね。絶対見たらこの目でしっかりとこうボールを追ってほしいんですよね。で、この時に顔でこうやってボールを追う人がいるんですよ。顔でこうやってこれやると顔のズレが生じますよね。大事なのってこの目の移動でしっかりと追ってほしいんですよ。顔をこうやってブラッシュしまうとあまり良くなくて、実際に目でしっかりと、例えばアウトコースに投げてくると、じゃあ構えます、じゃあ投げてきた、じゃあ目でしっかりと追って最後振ってほしいんですよ。じゃあ自然と顔って勝手に残るんですよね、インパクトで。顔を動かそうと思って追ったらダメなんですよ。目線を動かしてやると自然と顔は残ります。なので、あの、正しい素振りの仕方っていうのは、目を動かす、顔を動かすんじゃないです。目を動かして振りに行く、これね、すごく重要なんですよ。で、ほとんどの選手が、特にね、小学生中学生多いのが、ほんとね、顔どっか行っちゃうんですよ。こうやって振ったらどこ行ったみたいな。こうやるとね、やっぱり顔って体の中でなんか一番重たいって言われますよね。で、この目の使い方で本当にね、体って開いていくんですよ。例えばね、こう目ってこれね、あの、人はそれなんか言ってくれたんですけど、例えば右、ずっとね、右の方向をね、
向いてるとするじゃないですか、30秒。じゃあ人間って体って開きやすくなるんですよ。っていうぐらい目の影響って強いので、素振りの時は絶対に目でボールを追ってやる、顔で追わない、これを皆さん絶対に注意してください。はい、やってみます。素振りの時はイメージを自分で作って、はい、ボールを目で追うっていう、そういうことです、そういうことです。目で追うってことです。顔で追わないです。結構多いですよ、顔でね追って打つ選手とか、顔で追ったらどっか行っちゃうみたいな。これ絶対ダメです、ずっと目線残しっかりダメです。バーンと、これすごい大事なんで。じゃああれなんですね、素振り自体が形を、まあ、整えるっていうだけじゃなくて、ちゃんとこう投げてくるボールに対して振ってるっていうイメージトレーニングも一緒にするのが一番理想的な。そうです、そうです、そうです、そうです。で、これもっと言うとですね、あの変化球打てない子って変化球を打つイメージの回数少ないですよ、素振りで。よくいるんですよね、あの変化球どうやって打てばいいんですかね。それじゃあ素振りの時にストレート以上に変化球を予想してイメージして振ってる回数多くなったら絶対打てますよね。これが少ないですよね。だから、まあ、ちらっとちょっと言っちゃいました、変化球を打とうと思ったら今言ったことをやってみてください。ストレート以上に変化球を打つイメージを多くします。そうするとすごくいいです。素振りは万能ですね。万能ですよ、無限ですよ。だから僕一生素振りするんですよね、打つっていうより。で、次もすごく大事、素振りの順番ですよ。これどっからやるといいかっていうと、基本にどのコースからやるといいか分かりますか。インコース、真ん中、アウトコースで、あとまたアウトコース、真ん中、インコース、どっち側からやるのかいいとか分かります。あ、 今僕がふと勝手に思ったのは、はい、安直かもしれないですけど、真ん中をまずきれいに振ってから、はい、そこからこう左右に微調整するのかなって思っちゃいました。あ、なるほど。まあ人それぞれ、まあ、感覚はあると思うんで、まあ絶対とは言い切らないんですけども、まあ、おすすめを言うと、インコースから順番に振ってほしいですよ。インコース、真ん中、アウトコースみたいな感じ。それなぜかというと、人間の感覚で毎日変わるじゃないですか。例えば、これアウトコース、真ん中、インコースの順番に振ると、最後、振り終わりがインコースで終わりますよね。ってことは、インコースって体の近いところなんで、ちょっと開き早くなるじゃないですか。この状態で素振りを終わってしまうと、次の日、開いてる状態からスタートになりやすいんですよ。だから例えば試合の日に、あ、今回広くなるみたいな、でアウトコース振ったりするんですけど、じゃなくて大事なのって最後に開きを抑えてやるっていう状態で終わるのが大事なんですよ。だからインコースから先に振るんですよ。インコース振って真ん中振って最後アウトコースを振る。そうすると開きって最後しっかりと抑えられたまま次の日迎えに行けるんですよね。迎えていけるですよ。だから素振りの順番はインコース、真ん中、アウトコースの順番で振ることを僕はおすすめします。そんなとこまで意識して素振りしてる人なかなかいないでしょ、はい、でもなんか今こうやって聞くとめちゃめちゃ大事だなって思う。そうなんですよね。まあ、もっとね、掘り下げていけばね、いろいろあるんですけども、まあまあこれは絶対に知っておいてほしいかなと。小学生、中学生でもね、分かることなのかなと思ったので、ぜひね、これはやってほしいなというふうに思います。じゃあ今回は目でボールを追ってちゃんと素振りをすると、はい、そうです。あとはこの振り、まあ、インコースアウトコースとかの振る順番、はいはい、順番です。ここを大事にしてほしいと。そういうことですよ、ね、インコース真ん中アウトコース、これがすごく重要かなというふうに思いますね。やっぱりただ振ってるだけの人っていっぱいおったと思うんです、はい、そうです。じゃなくてボールの軌道などをこう意識しながらそれを目で追って振るっていうことで、やっぱ実践でも、まあ、さっきの変化球の話もそうですけど、ね、対応はもうイメージして振ってるからそれについていきやすいと、おっしゃる通りですよ。なのでそれを意識して皆さんやっていってほしいなというふうに思います。シンプルイズベスト、これがミノルマンチャンネル。最後になってみました発音役ミノルマンチャンネル。いや、ありがとうございますということで、ちょっとね、あの素振りの、まあ、2点大事なことをお伝えしましたということで、本日は以上となります。どうもありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。
オンライン動画指導も行っておりますので、そちらもご登録の方よろしくお願いします。女子軟式野球チームアメージングも活動しておりますので、そちらも応募お待ちしております。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。